いつもご視聴ありがとうございます、今日は天秤の対角線にするというお話を、前回させていただいたんですけども、実際のボーリングのレーンを使って、お話ししていきたいと思います。まず、天秤の立つ位置、皆さんが立つ位置でいいので、まあ、普通にこのまま、立ってしまうと、まっすぐ足が立っている状態になります。これをこのように体と一緒に足も天秤の方、まあ皆さんが取りやすい位置でいいです。少しまっすぐはこう左足に対して、まあ、こんな感じで天秤の方に向けて立ってください。で、歩く時なんですけれども、歩く時は20枚目、15枚目を狙っている方は20枚目に、左足が来るように、歩いていってください。それは1投目と一緒で5枚左に来るように、歩いていきます。で、この時の歩いていく時に、まあ、こんな感じで歩いていくんですけれども、このように、対角線に対して5枚目、まあ、15枚目の場合、このように左足が、まあ、多少前後ずれてもいいんですけども、だいたい20枚目のところの位置に、来ていたら OK です。で、これがもし15枚目に左足が来てしまうと、この対角線の角度がきつすぎるので、もう少し20枚目に来るように合わせてください。で、この方法は皆さんが通すスパットより左5枚に左足が来るようにしてください。18枚目ですと23枚目ですね。なのでちょうど18枚目通している方はこの辺に対角線に向いて天秤の方に足が向いていれば OK です。こんな感じで投球してください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。